皆殺しだ。この船の乗員は全員殺されている。いや、違う。殺してる真っ最中だ。嘘でしょ？もう帰りましょう。帰るには遅すぎたな。見た？今見てましたよね。須田剛一図スダッチャー。アクト3。今見てましたよね。逃げましょう。ゲズボールさん。残念だな。ここは見ちゃいけない場所なんですよ。実に残念です。運が悪かった、そう割り切ってください。ここで死ぬことを。ラグハントか。はい、今なんて言いましたか？聞き間違いでなければラグハントと言いましたかね。ラグハントのものかと聞いている。殺しの癖でわかる。2発で仕留める鉄則はラグハントの証拠だ。では質問に質問で返しますが、お前は誰だ？同じラグハントだ。そうですか。あなたもラグハントでしたか。それはそれは、それはまずいですね。なぜここにいるのですか？なぜ？なぜだろうな。思うに呼ばれたのかもしれないな。何かの力に引き寄せられて。面白い同僚だ。お名前は？偽名はクリスティアン・ゲンズブール。潜入ですか？名乗れよ、兄弟。私ですか？私はロビン・グッドマンです。あなたと同じ密偵ですよ。この船で人を殺す任務、分かってくれますよね？我々の仕事を。俺は殺しはしない。だから感心しねえな、このありさまは。私も好きでやっているわけではありません。無用な殺生はできるだけ避けたい。くっ、嬉しそうな顔してるぜ。殺しが大好物って笑顔だ。積み荷を守るためですよ。世界が成熟するには必要な任務です。積み荷？何が運ばれてきた、この船で？知りたいですか？なんだ。知ってしまったら後戻りできませんよ。それでもこの場にいるんだ。知る義務はある。じゃあ答えましょう。大いなる恐怖です。大いなる恐怖？どういう意味だ？意味を知る必要はありません。言葉通りそのままの意味だと思ってください。回りくどいな。ゲンズブールさん、殺されないことの喜びをもっと自覚した方がいい。あなたは分かっていないことの重大さってことを。
していない。まあでもいいと思いますよ。あなたが理解の早い人でしたら、ここで殺さなければいけませんからね。殺す？同僚を殺すのか。我々はラグハントですよ。何でもありの役人は何をしてもいいんです。もちろん仲間を殺したっていい。殺しませんよ、安心してください。またどこかで会えるといい。どこに行く？仕事に戻ります。積み荷を運ばないと任務が終わらないのです。ゲンズブールさん、お元気で。あれは何だ？発光は何だったんだ？不気味なモーター音が低く響いて。あれは化け物だ。無数の赤い光がヤツの背後でうごめいていた。まるでヒルみたいに。赤い光、それが積み荷の正体か。わからない。ヒルが頭の中をぐるぐる駆け巡る。ヒルは記憶だ。記憶がヒルに記号化して頭の中でうごめいている。脳の中を這いずり回って記憶を勝手に再生するんだ。知らない記憶を。落ち着くんだクリス。自分が死ぬ記憶が再生される。あの日から毎日夢の中で死ぬんだ。心配するな、安心しろ。君を狙う者はここにはいない。そうだな、少しでいい。少しだけ眠らせてくれ。ここでなら眠れそうだ。ああ、心配するな。時間はたっぷりある。ジョン、今の話聞いていたか？聞いてましたよ。公安局の管理システムを除いて積み荷の痕跡を追ってみます。ロシアから出港した貨物船の記録も洗ってみます。国内の港すべて念入りに洗ってみてくれ。ネオ神戸の前に立ち寄った可能性もある。了解です。ジャック、大いなる恐怖という言葉聞いたことありますか？さて、皆目見当がつかないな。そうですか。聞いた記憶があるのか？ええ、どこかで聞いたことが。とにかくこっちは任せてください。徹底的に洗いますから。頼んだ。ちょっと待ってて。ジャック、電話よ。誰からだ？名前を聞いてもギブスに代われの一点張りで、なんか名前の前にラグハントとかなんとか。何？わかった、出るよ。脚本須田剛一、ジャン・ジャック・ギブスン、大塚明夫、リトル・ジョン、小島秀夫、リサ・ニールセン、菊池由美、クリスティアン・ゲンズブール、大塚芳忠、スティーボ、柳原哲也、ロビン・グッドマン、小安武人、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。